ウォッシュマン、サイズ、シュート落ちたが、バスケットカウント。佐藤拓磨、ウォッシュマンから五十嵐へ、ここはずれた。さあ林どうだ、決まった。スリーポイント成功です。藤永はスクリーンを使って外に出してダンカン、スリーポイント決まりました。ここで第1クォーター終了。ハンドオフでフリッピン、サイズに入れて、うわー、いやー、うまいですね。ボールがよく回ります。ファールでした。そうですね、はい、富樫にノーミー、富樫フローター決めた。そうか、残り時間、時間いっぱい使ってももう一回攻めれます。ウォッシュバーン叩き込んだ、ましたね、Jウォッシュいきました。佐藤から五十嵐、ダーラが五十嵐系スリーポイント決まりました。アーラムスリーポイント短い、ちょっとオフェンス単調ですよね。富樫が行く、富樫ジャンパー決めた。さあ新潟踏ん張りところですね。富樫から縦ダンカン、そうでしたね。苦しみながらディフェンスリバウンド獲得、新潟あっとターンオーバー。やっぱりこの辺のコミュニケーションなんですよね、ダンカン、失礼、エドワーズ、うわー、ここなんですよね。エドワーズが走り切りました。パスに変えたターンオーバー、結局こうなったんですね。さあ3対2、ショーターへファール、おバスケットカウント、ノーミのファールです。ショーターどうでしょう、決まりました。大谷のディフェンス戦っている、戦ってますね、エドワーズ、ここは沈めた。をコールしました西村、サイズ、サイズ、セバス沈めた。ゲームが間もなく残り3分、ダーラム抜けた、池田、佐藤、君竹から柏倉、大谷がスクリーンをセット、柏倉スリーポイント、バンクショットで入りました。前節の2試合92点ずつ取りましたので、また平均 89.3 を上がりましたね、少し上乗せするような、はい、そういう試合になりました。